ゲティスバーグタイムズはアメリカ合衆国ペンシルベニア州で刊行されているサンプルニュースグループ参加の新聞。日曜日、クリスマス、元日を除いて毎日刊行されている。1902年にプログレスという使命で創刊された。この新聞はさらにその前進をたどっていくと1800年にアダムズ軍最初の新聞として創刊された。 アダムズ・センティネルにまで系譜が遡る。ゲティスバーグ・タイムズは、アダムズ軍のローカルニュースに焦点を当てている。ニュース記者たちは、基礎自治体の各種の会合や行事を取材し、スポーツ記者たちは、地元の高校7校、デロン・カトリック、リトルスタウン、ゲティスバーグ、ニュー・オックスフォード、フェアフィールド、バーミューディアン・スプリング、ビグラービルを取材している。編集代表は、アレックス・ジェイ・ヘイズ。 発行人はハリー・ハートマンである。アダムズ軍のローカルニュースに加え、公益性のある全国ニュースの抜粋も定期的に掲載されている。1902年9月、マディソン・アレクサンダー・ガービンがプログレスを創刊した。同志は1905年にゲティスバーグ・タイムズと解題した。アダムズ軍最初の新聞とされているアダムズ・センティネルは1800年11月に ロバート・ハーパーによって創刊された。この新聞は週刊であった。市名にあるセンティネルは当初はセンタネルと綴られていたが、後にセンチネルと改められた。1867年、センティネルは1828年創刊のスターと合併し、スターセンティネルとなった。1920年に、 当時、ゲティスバーグタイムズを所有していた、ザ・タイムズニュースパブリッシングカンパニーが、スターセンティネルを買収し、同志は1961年まで週刊での発行を続けた。1818 18年創刊のゲティスバーグコンパイラーもタイムズのオーナーによって買収された。2011年に、それまで長く発行人であったフィル・ジョーンズが死去し、2013年、初めには、 それ時点ですでに12紙の新聞を所有していたサンプルニュースグループがゲティスバーグタイムズをジョーンズ家から取得した。ありがとうございます。